頼む、脱衣所から出てきておくれよ。これで裸が見れなかったら、僕は一体何のために努力をしてきたというのだ。これでいいのか。マインクラフト2。注意、読みたい人は自分で読んでね。スライムブロックでホテルの形をある程度決めました。このスライムブロックの場所に他のブロックを置いて、ホテルの壁を作っていきますよ。なんでこんな曲がった形にスライムブロックを置いたの？はじめから曲がった形にしておく。曲線を取り入れておく。そうすれば豆腐建築にはならない。なるほど。もうこの形で作ると決めておいて、真四角な建物にならないようにするってことね。ある意味縛りプレイだな。はじめに形を決めてしまう。あとはその制限の中で工夫して建築をしていく。開放感のある1階にしたいから、大きな窓ガラスを取り付けてみました。ネザー水晶だけでなく戦力岩も使っていくよ。すべてネザー水晶で作ってしまうと単調になってしまうので、城に別の城を入れてみる。正面に窓ガラスがあって、それで入り口はどこになるの？てっきり窓ガラスの位置に入り口があるもんだと。ところがどっこい、今回はちょっと工夫する。入り口は正面ではなく、この斜めの場所にしてみようと思う。ここが入り口になるよ。こういうのもありだろ。さてと、実際に壁を作っていきますか。ちゃんと広さを感じられるか、それとも閉塞的な空間になってしまうか、それは実際に壁を作ってみないとわからない。床は磨いた花崗岩にしてみようかな。壁と床の色をはっきり違う色にしてみる。なんかそれっぽい雰囲気になってきたなぁ。清潔感のある高級そうなホテルっぽいぞ。ここに仕切りの壁を入れてみよう。入り口通路の幅は3ブロックあれば十分だろう。外から見てそんなに圧迫感はない？よね？ここだけ見てもまだわからないなぁ。そうだなぁ。こっちの残りのエリアの内装ができないと判断できん。とにかく床に花崗岩を敷き詰めていこう。なんか狭く感じないか？そうかなぁ。もうちょっと広さを感じられるようにしたいなぁ。目の前の壁が狭さの原因だな。ってことでここにもガラス窓を作っちゃおうか。こんな感じですかねー。壁で圧迫感を感じたら適度に窓を作っていこう。でも窓だらけなのはそれはそれで変だよ。そうだな。バランスに注意して作っていこう。今まで集めたネザー水晶を大放出だ。もうね、贅沢に使っていっちゃうよ。持っているだけでは宝の持ち腐れ。使ってこそ意味がある。そして出来上がったものを見て、やっぱり宝の持ち腐れだと気づく。バッドエンド確定コースはやめていただきたい。舞台は変わって本拠地スジランド。この場所こそこの島のルーツである。神聖なる神域。ガラス風呂。汚れた欲望だらけだよ。せっかくなので有効活用していこう。一時的にちょっとだけアレンジしてみる。どうぞお入りください。嫌だよ。素直じゃないなぁ。本当はお風呂好きなくせに。嫌な理由、その1、あんたがそこにいる。その2、ネザーウォートがある。がある。ガール、ネザーウォートガール代表として、勝手に代表にしないで。今回は特別に水着の着用を許可する。なんで上から目線なのよ。そもそもどうしてネザーウォートを植えたのよ。ネザーウォート風呂が安全なのか確かめたくて。私を実験台にするな。女の子を実験台にするなんて最低。確かめたいのなら自分で入れ、だと。僕は自分が入るのより、女の子が風呂に入るのを見る方が好きなんだよ。本当にわからずやだなぁ。とはいえ、本当にこの風呂は人体にとって安全なのだろうか。ふときさんから連絡が来ましたよ。ネザーウォート風呂の安全性や、効能についての結果が出たそうです。やったぜ。で、どんな結果になった？それがですね、我々には教えてくれないそうです。え、
どういうことだ。直接言うからこっちに来い、と言ってました。なので我々三兄弟は研究結果を知りません。ということでアイズシティに行ってください。なぜそうやって手間を増やすんだ。礼拝堂の目の木の下に行けとのことです。我々は礼拝堂の目の木も何のことかわかりませんか。そしてまたここに来ることに、面倒くさいことするなぁ。研究資金は成金ブラザーズが出したんだから、成金たちにも研究結果を知る権利があるだろうに。ところで礼拝堂なんてここにあったっけ？最近できたばかりさ。最近できたばかりのこの家の屋上から見てみよう。なかなか立派な建物だぞ。新しい家もエンダーアイだらけなのね。ガラスのドーム状の建物があるだろ。あれが礼拝堂だ。まだ周りには何もなくて、ポツンと寂しく礼拝堂が一つあるだけだが、あの中の木の下に何かがあるらしい。結構大きいな。この町で一番神聖な場所である。神聖というか、ただただ怪しい。気持ち悪い。美しいだろう。なんなのよこれ。やっぱり目玉ばかりで気持ち悪いよ。RPG の重要シーンで出てきそうな雰囲気、たまらんですなぁ。絶対怪しい宗教の本拠地か、写真が封印されている間の地だよ。エンダーアイだけでなく、エンダーチェストも有効活用。床の下にエンダーチェストを入れることで、紫のパーティクルが舞う地面を演出できるのだ。そこまでして怪しさを増したいのか。怪しさではない。神秘さだ。そしてこれは芸術である。そして奥にあるのが通称目の木だ。目があり、そして空中に浮かぶ神秘的な木である。そもそもこの街はどういう世界観なのよ。目の木の下に池と言われたが、どこから池というのだ？まさか水の中？なんか穴があるよ。僕が作った時はこんな穴はなかったんだが、ふときさんによって改造された？はしごがあるよ。ここが入り口だね。なぜわざわざ水の中に入り口を作るんだよ。濡れちゃうじゃないか。なんだここは。いつの間にか謎の施設が作られている。なんか趣味が悪い。なぜその絵をチョイスしたのか。すいません、誰かいませんか。奥に進んでみるしかないか。すいません、ここは図書室か。図書室には誰もいないな。勝手に入っちゃっていいのかな。別の部屋に行くしかないな。こっちには何があるのやら。人がいる。こんな地下施設に。ここは一体何の施設なんだ。地下の怪しい施設。怖い人とか悪い人がいたらどうしよう。万が一まずいことになったら頭脳プレイで逃げるぞ。ニトリのおっぱいで目を引きつけてその隙に逃げる。私を犠牲にするな。すいません。誰だね、あんたたちは。我が輩はレッドストーン村創造主である。そんな自己紹介するな。ああ、トキさんが言ってたお客さんですね。ようこそアイズサイエンスラボへ。ここは最近できたばかりの研究施設で、今はネザーウォートの研究の真っ最中ですよ。失礼。この部屋では主に実験に使う、ネザーウォートを育てているんですよ。ほほう。ここで栽培しているのですか。こんな立派な施設で育ててもらえるなんて、きっとネザーウォートは喜んでいますよ。ネザーウォートに感情はありません。それはともかく、隣の実験室に所長がいます。最新の研究結果は所長さんから直接聞いてください。あ、普通に部屋に入っちゃって大丈夫です。ありがとう。では会いに行ってみるよ。あんた、ネザーウォート好きだね。その目を見ればわかる。瞳の奥で燃える炎。それはネザーウォートへの愛の炎。俺にはわかる。あんた、俺と同じ目をしてるからな。アイコンタクトで言葉などかは。醸造台がいっぱいある。実験室ってことだな。お邪魔します。まさに理科室って感じ。なるほどな。ここでポーションの研究をしているんだな。そしてこっちは会議室だな。ここでデータのやり取りとか、意見交換をするんだろう。え、所長さん。ああ、所長さんなら今実験中だと思うよ。科学ドラフト室に行ってみなよ。
あ、でも部屋に入る前に有毒ガスの有無を確認してね。小さいけれど立派な研究室じゃないか。地上にあれば文句なしだと思うが。なぜわざわざ地下に作ったんだろう。こんなの不便すぎるでしょ。太木さんの趣味なんだろうな。あの人が所長さんかな。よし、会いに行ってみるか。あ、すいません。僕のことは気にせず入ってください。気にしたら負けです。すいません、所長さんですか。ほほう、ドラッドチャンバーだ。ちょっとお待ちを、どなたですか。研究を依頼したものです。あらー、待ってたのよー。ちょっとあなた聞いてよ。回復のポーションで入浴剤作ったらさ、見てよこのお肌、しっとりすべすべ赤ちゃん肌、まるで女の子になっちゃったみたい。そしてこのツルツルのハゲ頭、もうね、私の顔ゆで卵よね。え、女の子とゆで卵どっちなのかって。そりゃあゆで卵の女の子よ。はっはっは、女の子みたいなすべすべ肌を手に入れたのだから、今ならセーラー服とかキャミソールとか似合うかしら。ビキニなんか着て魅惑の肌を。あ、5本。ようこそ我が研究室へ。今の時代、女装の趣味なんて珍しくないから、別に気にすることはない。フォローありがとうございます。あ、あの、どうか変な目で見ないでください。人の趣味についてとやかく言うつもりはないけど、もっと落ち着いた方がいいよ。では改めまして、私が研究所所長、杏仁豆腐博士です。助手の酢飯です。手短に話を済ませましょう。ネザーウォートは温泉に適しています。やったぜ。本当かな？ネザーウォートで作った奇妙なポーション。あれを飲んでも一切人体に影響はないですよね。つまりネザーウォートは基本的に、人体に悪影響を及ぼすことはないです。悪影響はないっていうか、毒にも薬にもならぬキノコです。毒にも薬にもならぬって言ってるけど、ポーション作りにネザーウォートは必須だよ。ネザーウォートは単体では意味をなさない。他の物質があって初めて効力を発揮します。簡単に言うと、ネザーウォートの成分は、他の化学物質を体内に吸収するのを手助けするのです。ポーションは速効性がありますよね。確かに飲んですぐに効力があるなぁ。ネザーウォートのおかげで、有効成分を一気に体内に吸収できるのです。悪影響がある例外は毒のポーション。急速に毒を吸収するから危険だ。でもそれが温泉と何の関係が？ネザーウォートのおかげで、温泉に含まれる有効成分を、効率よく吸収することができます。効能がよりはっきり現れるでしょう。上の上を走るなら俺にも吹かせてくださいよ。温泉の成分を急速に吸収して、体調を崩す心配とかはないの？皮膚からの吸収なので、直接飲むポーションとは違って、吸収速度は穏やかですよ。ただ、普通の温泉よりは早いです。元々の温泉に回復のポーションと、代価のポーションの成分を入れることをお勧めします。代価のポーション。まず回復のポーションですが、傷ついた肌や髪を修復し、潤いをもたらします。それはなんとなく想像できるなぁ。そして代価のポーションの成分のおかげで、非常に湯冷めしにくくなります。湯冷めとなぜ関係が？代価の効果とは、言い換えれば断熱効果です。外の温度がどうであれ、自分の体の温度を一定に保ちます。魔法瓶みたいだな。代価成分のある温泉に浸かるとですね、お湯で体が温まりつつ、皮膚からゆっくりと代価ポーションの成分が浸透します。お風呂から上がるときにはいい具合に体が温まっており、かつ断熱効果で外が寒くても体が冷えないのです。風呂上がりの暖かさを維持できるのか。代価のポーションを飲んでからお風呂に入っても、体は温まりません。そりゃあマグマに入っても平気だからなぁ。体を温めると同時にゆっくりと代価ポーションを吸収するのがポイントなんですよ。なるほどなぁ。長話をしてしまった。研究結果はわかったから、やるべきことをやっていかないと。ホテル建設はまだまだ序盤だからなぁ。ネザーウォート風呂っていうのは、要するに皮膚から吸収する薄いポーションってことなのね。そうだな。速効性のないポーションって感じだな。当時にはもってこいだと思うぞ。勉強をすると疲れるなぁ。ちょっとカフェで休むか。今後の予定を考えよう。いろいろ完成したぞ。お披露目と行こうじゃないか。ホテルだってちゃんと完成させたぞ。あんたにしてはかなりまともな建築。遠くから見るだけじゃあのホテルの良さはわからんよ。実際に建物内に入って素晴らしさを実感するだろう。さて、どっちから見ていく？右、
それとも左？右のホテルの方が気になるなぁ。そんじゃホテルの紹介からしていこうか。赤羊も随分繁殖したなぁ。素晴らしき生命力。ネザーオートの押し付けだよ。まずここが入り口ね。照明にプリズマリンを使ってみたよ。グロウストーンとの相性がいいんだこれが。1階ロビーは開放感を重視したよ。余計なものは置かずに、広いスペースを確保しつつ、大きな窓ガラスで閉塞感をなくしたりしたよ。そして一番のこだわりポイントが、このジャングルの木、天井の一部を吹き抜けにして、そこに高いジャングルの木を植えてみた。ちょっと吹き抜けを作るだけで、かなり印象が変わるんだ。確かに広く感じるね。やはり外が見えるというのがポイントだな。ここは階段下のスペースを使って作った。小さなバー、ちょっとカクテルを飲みたいと思ったらここでどうぞ。やはり南国のホテルと言ったら、カラフルなカクテルがお似合いだろう。でも酒飲んで海で溺れちゃダメだよ。そんじゃ2階に行きますか。この階に客室はないよ。さて、さっきのジャングルの木を見ることができる。1階からも2階からも木を見れるようにしてみた。そしてプール。なんかおしゃれ。やはりホテルにはプールがないとな。海底神殿の素材を使って作りました。プールの形も真四角じゃ面白くないので、ちょっと曲線を取り入れてみました。高いとこから海やネザーオートの景色を見ることもできる。おかしいな。だんだんネザーオートが綺麗に見えてきた。こっちにはパラソルも用意しておいたよ。あとデッキチェアも。日焼けとかしたいならそこに寝そべればいい。こういうところでぼーっとするのもいいな。ただただ海を眺めたり、読書をするのも大変よろしい。そうそう、忘れていた。1階のこっちの出口から、ビーチに行くことができるよ。海水浴をしたい人はここからどうぞ。僕は海底神殿に呪われた男と言われていますが、この周辺に海底神殿はないので、ガーディアンに襲われることはありません。ご安心を。それでは3階に。ってあれ、左右で窓の大きさが違う。後で直さないと。応急処置。チェストから水晶持ってくればいいでしょ。チェストは遠いところにあるから後で。じゃあ改めまして、上に行きましょう。3階と4階は客室だよ。そんなに広い部屋じゃないけど、プライベートな時間を過ごすには十分な部屋だ。まず下の階から見ていこう。またピンクの変な部屋じゃないでしょうね。あら、そんなことなかった。ちょっとは信用してくれよ。今回作ったのは紛れもなく普通のホテル。部屋はとてもシンプルだ。派手な色は使わず、落ち着いた雰囲気の部屋にしたよ。ちなみにベッドは2つ。ぼっちでもリア充でも泊まれます。床に置いてある植木鉢は何なの？ゴミ箱。ちょうど夕日が見える位置だね。あ、これはいいなぁ。ベランダからサンセットが見れるとは。え、そういう設計をしたんじゃないの？そこまで考えてなかった。偶然日が沈む方向と部屋の方向が一致していた。建築の神は僕に味方した。上の階の部屋も見てみよう。いい景色だなぁ。心が洗われる。今の僕は完全にピュアな成人だよ。あんたの心なんて洗っても落ちないシミだらけだよ。この部屋の構造は下の部屋とほぼ同じ。カーペットと照明の色が違うだけかな？まあ、だいたいそんな感じだが、強いて違いを挙げるとすれば、ベッドがくっついていることかな。そう。つまり、別々に寝たい人は下の部屋、一緒に寝たい人はこっちの部屋だね。主に、夜に爆発するリア充向けだな。ってことで今夜は、僕らはこの部屋に泊まるってことで。嫌だよ。部屋二つあるんだから別々の部屋でいいでしょ。仕方ないなぁ。下の部屋に。だから別々の部屋って言ってるでしょ。あんたはここ、私は下の部屋。ちぇ、つまんない。一人寂しい夜を過ごすとするか。朝ね、朝酒、朝湯は新生を潰すという。早速3分の1潰してみるか。こらこら、朝から飲まないの。やっと来たか。次寝坊したら寝起きドッキリしに行くぞ。
ごめんって。僕の寝起きドッキリは早朝バズーカと比べて、かなりエロいんで覚悟するんだな。鍵閉めておくよ。言っておくが男は朝バズーカを構えているんだからな。どういうこと？つまり、朝起きると大抵パンツの中。大抵。まずはこっちに行きますか。ここは、何？南国のリゾート地にはよくありがちな、オイルマッサージ店さ。こういうのよく旅行会社の CM であるよね。あのうつ伏せになってマッサージされてるやつか。綺麗な花と海に囲まれた場所で、ネザーウォートを眺めながらマッサージを受ける。ネザーウォートが余計だね。一回くらい体験してみたいよな。気持ちいいかな。マッサージ屋に行ってやってもらえばいいじゃん。いやいや、そうじゃなくてさ、一回マッサージをしてみたいんだよね。どういうこと？僕のマッサージテクニックで、お客さんを気持ちよくさせられるか？絶対ダメ。あんたの場合気持ちよくの意味が違うでしょ。何言ってんのこの人。意味わからん。とぼけても無駄だよ。よし。ニトリ、ここに寝てみて。何がよしなのよ。胸だけでなく、胸の内、つまり心も揉みほぐしてみせよう。ほらやっぱりそうなる。前回作った建物に入ってみよう。内装が完成したってこと？まあ、そういうこった。どうしてこうなった？ここはネザーウォート美術館になったよ。展示中の作品にはお手を触れないようお願いいたします。触るな、蹴るな、舌で舐めるな。作品は大切に取り扱おうね。これただ絵の周りにネザーウォートを飾ってるだけでしょ。何を言っているのだね。ネザーウォートを含めて一つの絵画だぞ。あんたの芸術にはついていけないよ。こういう芸術を見て心を落ち着けるのも、心身のリフレッシュのために大切さ。ちなみにこれはネザーウォートで染色した、古代騎士の鎧である。赤の染料で染めたいらない革の防具でしょ。どうせゾンビが落としたやつでしょ。リサイクルって大切だよね。ゴミじゃん。廃材アートと言ってくれないかね。次はこの建物を紹介するか。と言ってもそんないい出来ではないんだけどね。何の施設なの？ショッピングモールみたいなのを作りたかった。まずここが待合所ね。誰かと待ち合わせしたり、座って休みたい時にここを利用する。暇つぶしの本や雑誌も用意してある。ネザーウォート殺人事件。今時ネザーウォート。全国ネザーウォート巡り。そんな雑誌も本もないでしょ。まあ、適当に思いついた題名を言っているだけさ。そんじゃ上に行くか。鑑賞用のネザーウォートも用意してあるのだ。ネザーウォートにポーション以外の役割があるとは思えない。ところでニトリ、お腹は減っていないかい？その言い方、嫌な予感しかしない。軽食やスイーツを食べたければこちらでどうぞ。素材にこだわって作った、ネザーウォートサンドイッチや、ネザーウォートクッキー、ネザーウォートケーキなどを食べることができるぞ。何かの罰ゲームですかこれは。ケーキの上に、赤いつぶつぶあるだろう。ネザーウォートだよ。違うでしょ。こっちには服屋もあるんだよね。最新のトレンドを取り入れた、ネザーウォートカラーの服を取り揃えております。これさっき美術館にあったのと同じだよね。リサイクルって素晴らしいよね。ってこれだけ？うん。これだけ。他にも店を入れたかったんだけどさ、何の店を作ればいいか思いつかなくて、空いているスペースはそのままである。今回作った建物の中で一番のダサ作である。では最後に温泉を紹介しようではないか。火山活動により出来上がった天然温泉に、ネザーウォートを加えるとあら不思議、とっても効き目のある温泉の出来上がり。やっぱり見た目が気持ち悪いよ。ここが脱衣所ですよ。貴重品の管理は自己責任で。全部脱いで、箱にしまって、ためらってはいけない。あとタオルは湯船に入れないこと。なんで脱衣所の壁が柵なのよ。外から見えちゃうでしょうが。さすがに遠くからこの中は見えないよ。それでもダメでしょこんなの。湿気対策だよ。湿気。別にこの中に湯船があるわけじゃないでしょ。温泉への道はこちら。この階段を降りて入ってくださいな。階段を降りるときに外から丸見えじゃない。そういう細かいこと気にするなって。気遣いがなさすぎるんだよ。
温泉に浸かればそんなことも忘れるさ。っていうかここショッピングモールの中から丸見えだよ。気づかなかったなぁ。わざと天井のガラス増やしてるでしょ。絶対夜あの中に隠れるつもりだったでしょ。そんなことは一切考えておりませぬ。夜間はショッピングモール立ち入り禁止。わかったよ、絶対入らないから。なんでこの部屋シャワー室ないんだろう。お風呂はあの温泉しかない。昨日お風呂入ってないもんな。海でこっそり体は洗ったけど、もう夜だしお風呂に入るか。快適な入浴環境を作るのも紳士の役目。温泉の最終チェックだ。持ってきた。もともとここにある天然のマグマで、お湯の準備はバッチリさ。きらめくスイカとマグマクリームの準備もよし。これらの成分を少しずつお湯に溶かしていく。その成分とネザーウォート成分が融合し、ニトリの体に潤いと保温効果を与えるであろう。さてと、温泉を覗くとするか。ってちょっと待て。見えない。温泉が見えない。くっそー。ネザーウォートが邪魔すぎて全く見えないじゃないか。もうすぐニトリが温泉に入るっていうのに。夜の楽しみが一つ消えてなくなった。トラブルに備えて複数の手段を用意しておくのが重要だ。ショッピングモールになんか隠れんよ。まさか噴水に隠れるとは思ってもいないだろう。ここからならあの階段が見えるのだよ。天井のガラスはそのためさ。いやー、楽しみですなー。いやー、女の子って怖いなぁ。なるほど。お見通しというわけか。この TNT は警告ってことだよね。バレてるんじゃ仕方ないなぁ。ここは退散しましょうかね。大丈夫ですよニトリさん。覗きませんから。帰りますから。何かの間違いで出てきてくれないかな。どうせ向こうで見張っているんだろう。壁を柵にしたのが失敗だった。向こうからこっちが丸見えだ。頼む、脱衣所から出てきておくれよ。これで裸が見れなかったら、僕は一体何のために努力をしてきたというのだ。今回は大失敗だ。何もかもニトリにバレていた。虚しい。やっと言ったかあのバカ。今回は脅しておいたから、さすがにあのバカでも諦めるでしょ。それにしても、なんで私あんなバカが作った温泉に入っているんだろう。ああ、打たせゆ気持ちいい。温まったからそろそろ出るか。そういえばホテルまで遠いな。帰るまでに湯冷めしたら詐欺だな。本当に湯冷めしない効果なんてあるのかなぁ。これはすごいなぁ。時間が経っても体が温かい。まだほかほかだよ。本当に湯冷めしない。外に出ても全然体が冷えない。これはすごいなぁ。あの研究所、すごく怪しかったけど、ちゃんと研究してたんだなぁ。たまにはネザーウォートも悪くないな。そろそろ寝ようか。おやすみなさい。暑い。暑くて寝れない。いくらなんでも保温効果ありすぎでしょ。体が全然冷えないよ。汗が出て喉が渇く。汗びっしょりだよ。暑い。夜の風で体冷えないかな。こんなに暑いんじゃ寝れないよ。あーもう、どうなってんのよこれ。脱いでも暑いよ。外、涼しそう。暑い。どうしてくれるのよこれ。もっと水を飲まないと。下着すら暑い。布が肌に接していると暑い。あーもう、裸で外に出たら涼しそう。
それはダメ。私はそこまで落ちぶれていない。ああ、壁がひんやりして。でも体は熱いまま。冷蔵庫で体冷えないかな。熱いよ。ダメ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 。いくら涼しそうでも裸で外に出るのはダメ。ああもう、寝る。無理やりにでも寝る。後で文句を言ってやる。なんか下の階がうるさいが、何かあったのか？ちょっと心配だな。様子を見に行った方が良さそうだな。万が一のことがあったらいけないから。え？これはどういう状況？なんで全裸で寝ているんだ？おい、ニトリ。そんな格好で寝てると風邪ひくぞ。聞いてるか？う、ん？完全に寝ぼけてるな、こや。ほら、おっぱいだってこんなに冷たくなっているじゃないか。ちゃんとパジャマ着ないと。下半身もこんなに冷えて、下半身冷やすと風邪ひくし、寝冷えでお腹痛くなるぞ。うん。まったく。世話が焼けるなぁ。ほら、ちゃんと掛け布団かぶって。暖かくして寝なさい。いいね。おやすみニトリ。まったく、全裸で寝るなんてけしか、だらしない。さてと、僕も寝ますかねー。やっぱ柔らかいな。目覚めがよく、天気のいい朝は最高だな。昨日はさらに徳を積んだし、また一歩紳士として成長できた気がする。なぜ無抵抗なうちに襲わなかったのかって？それは紳士的行為ではない。僕が女の子にいたずらをするのは、その子がちゃんと目を覚ましていて、意識がある時だ。フェアプレイ精神みたいなものかな。まあ、紳士道を破るのは美しくないのだよ。だから寝ているニトリに布団をかけてあげたのさ。朝のコーヒーでも飲むか、果たしてネザーウォートで作ったコーヒー、コーヒーと呼んでいいのかわからないが、味は美味しいものなのか？なんか勝手に部屋に入ってきてんのよー。あ、おはよう。おはようじゃないわよ。勝手に部屋に入って。いや、それは。見たのか、触ったのか、何をした？あ、いや、下心とかそういうのは一切なくて、君が風邪をひかないよう、布団をかけてあげただけで、ブレイズロッド。はっはっは、それは災難でしたねー。ちょっと触ったけど、それは体温測定のためで、いやらしい気持ちは一切なかったって言っても、信じてもらえないんですよ。結局ブレイズロッドで攻撃されて熱いし痛いし。まあまあ、私の店にいるときは、見えなんて張らなくていいんですよ。ぶっちゃけ、ちょっと、触ってみたかった。正直だな。眠っている子にそういうことをするのは、僕の紳士道に反しているけれど、父の誘惑には勝てなかったよ。魔性の父ということですな。いや、こんな立派な精神を持った僕を惑わす、あのおっぱいがいけないんだ。僕は悪くないぞ。ニトリに殴られる筋合いなんてない。仲いいですね。見える、揺れ動くあなたの心が見える。ニトリさんのことが好きなんですね。いや、そんなことは。複雑な気持ちだ。はじめはただの相方だと思っていたが、今は。よかったらチャンネル登録してね。これからも由緒正しき紳士でありたい。あんたの言う紳士って何なのよ。おお、怖い怖い。怒った女子は猛獣のようだ。しつけが必要だな。しつけが必要なのはあんたの方だ。